元公邸料理人です。本日もよろしくお願いします。はい、今日はですねアワビ、今日ね淡路島のアワビが入ったんですけど、まあ大きさ的に言うとそんなに大きくないんですね。まあこれぐらいの手のひらサイズかなと思います。まあ、そのアワビが入ったんで今日はちょっとアワビを使った、お作り、あとお寿司をちょっとしていきたいと思います。はい、で今日はね、まあ、いつもは生でやること僕多いんです。コリコリ感を味わってほしいな、アワビ特有の、まあ、そういうのを味わってほしいなっていうのがあって生でよくするんですけど、まあ、生とは違った味わいが煮アワビってあるんですね。蒸しアワビとか煮アワビ、アワビを蒸すことによって、アワビの旨味は残るんですけど柔らかく食べれる、まあ、その方が、まあ、コリコリ感が売りなんですけどそれがちょっとねしんどいっていう人もいらっしゃるんですね。まあ、そういう時によって、まあ、好みは分かれるんですけどこういう蒸しアワビ、煮アワビをすることによって柔らかく食べれます。はい、まあ、本当に美味しいですし、まあ、ご家庭でもね、まあ、今回はいつもだったら蒸し器とかで炊いてじっくり炊いていくんですけどこれぐらいの小さいサイズだと鍋でもできるんで、今日はそういったそのやり方をやっていきたいと思います。分量も、今回も載せてちゃんとやらせていただきますんでよかったら最後まで見てください。まあ、ポイントもありますんでそこも注意してみてください。では本日も調理開始したいと思います。本日もよろしくお願いします。はい、今日はアワビが入ったのでこのアワビを使って調理をしていこうと思ってます。はい、こうやってねちょっとしたら動くでしょ、息のいいキュッて。赤貝とかでよくパンってまな板とかに当てて身が縮まるとかそういうのを見れると思うんですけどこのアワビでもここ新鮮なんでキュッてすると身がこう縮こまっていくの分かりますかね。これが新鮮、生きて生きがいいっていうのですね。はい、まあスーパーとか売ってるので触ったりできないんでそこはまあやめた方がいいと思うんですけど、まあ、こういう風に生きなかったらキューってなりやすいんでこういうのを選んでもらえるといいと思います。はい、今日はですね、まあ生の、お作りでやっていってもいいんですけど、ちょっとね、こう、やっぱり、このコリコリ感、まあ、これ、コリコリ感が美味しいっていうのがもちろんあるんですけど、ただね、ちょっとこう、もっと柔らかい方が食べやすいって言われる方も多いんですよ。もうこれって半々ぐらいかなとは僕は思ってるんですけど、今日はですね、蒸しアワビですね、のやり方もやっていきたいと思ってます。はい、まあ、まずは、さばくところまでは、お作り、蒸しアワビ一緒なんでそこまではやっていきましょう。はい、でまずは、まあ、僕はペティ使いますけど、スプーンとかでもまあいけるんですけど、まあこういうのとかですね、サザエとかほじくるのとかあるんですけどそういうのを使ってくれてもいいと思います。はい、でこのアワビっていうのは何をするかっていうと、まあ、こっち側にここ見えますかね、ここは肝なんですね。で肝 と、身を外していくんですけどこっちから入ると肝を傷つけてしまうんでこの身の下側からっていうんですかねこっちからやっていきます。でここ開けてもらったら分かると思うんですけどついてる部分ってこの真ん中の部分だけなんですよ。はい、あとこっち側になるともう肝になってしまうんでこのこの真ん中の部分をそぐっていう感じで使ってください。こうそいでいってあげます。でちょっと入れて少し入れてあげてであとはこう手で取れるのでもう最初の目印だけはつけてあげる。でここは肝が傷つけてしまうんでこういう感じであとこの皮の部分を取ってしまってはいこういう感じで取ってあげます。もう一個もやっていきますね。こっち肝があるんでその反対側に向けます。肝が持ってるんで反対に向けます。でペロってめくってあげてここの真ん中の中心部をこの殻に包丁とかを沿わすんですね。このまな板に沿わすような感じで沿わしてあげます。ちょっと取ってあげる。であとは手でこれが一番親切っていうか優しいかなと思います。であとここまだくっついてここまだくっついてるんでこっちで手でやって指で押さえてあげる。で最後にこの周りを取ってあげる。で取れます。はい、で殻は殻でたわしとかできれいに仕上げると使えますし、であと
お湯とかで煮沸するんですね。煮沸してから使ってください、殻を使う場合は。はい、でまずここまで来たら、あとはここを外してあげます。まず肝を外してあげましょう。まず肝を外してあげます。でこれも肝を傷つけないように外してあげましょう。はい、こういう感じで肝を外してあげます。で次に何をするかというと、こっちのね、こっち何もついてないんですけど、ここ分かりますかね、ここにくちばしっていうくちばしがあるんですね。ここって硬いんですよ。今ここちょっと切ってあげると、ここちょっと切ってあげたらこの赤いの出ます。赤いの、これがくちばしです。はい、これがくちばしなんで、これですね、これを取ってあげます。これは硬いんで食べれません。はい、これを取ってあげます。はい、こういう感じで取ってあげます。で肝は肝で、これは蒸してあげて、すると、まあ、ソースにも使えるんで、蒸してそのまま食べる人もいますし、肝を、蒸す、でその後にこしてあげる、で醤油と溶かすとかでも肝醤油とかもできるんで、いろんな使い方してください。はい、であと塩でちょっと揉んであげます。まあ、もしあればボウルとかに、塩をして入れてあげるといいかと思います。でこうやってアワビを揉んであげるんですね。でこれは何をするかというと、このぬめり、そして汚れを取ってあげます。はい、はい、これは全部同じようにしてあげましょう。でこれはこういう感じでボウルにしてやってあげる方が塩の量も少なくて済みますし、無駄にならなくていいんで、こういう感じでやってあげたいと思います。揉んであげます。でこれ肝も同じようにやってあげてください。で肝の場合はそっとしてあげてください。肝が割れてしまうんで、ちょっと塗るぐらい、塗るっていう感じですね。よいしょ、はい、こっちもしてあげます。はい、でこれ洗い終わったんで、あとはちょっと一回水気を拭いてあげましょう。はい、こういう感じに水気拭いて水分を取って置いてあげます。はい、で次の段階入りましょう。で今から蒸していきます。はい、蒸すんですけど、これぐらいちっちゃいんですね、今日のアワビ。まあ手のひらサイズです。これぐらいのアワビだったら蒸し器とかに入れてもいいんですけど、今日はもう鍋でやってしまいましょう。鍋で入れてもう10分か15分ぐらいですかね。で炊けばこれ、もうこれぐらいのサイズだったらすぐ柔らかくなるんで、していきたいと思います。で昆布を少々入れます。はい、で浸かるぐらいでいいと思うんで、そんなに量はいらないです。ひたひたなるぐらいにしましょう。はい、でこれ、はい、薄口ですね。これ薄口いっぱいと覚えてください。水、はい、水2杯です。薄口いっぱい、水2杯、はい、で酒は4杯で、これはアワビの量を見てもらったらいいと思うんですけど、量が少ないんでこれぐらいでやっていきます。でこれを塩を作って炊いていきます。でここの地作ったところにアワビともう肝も入れてしまいましょう。今日は肝も使ってしまうんで、肝も入れてしまいます。でここから弱火で10分15分炊いていくんですけど、ここでポイントがあるんですが、このまま炊いていくのもいいんですが、はい、じゃーん、大根ですね。大根を入れることによって、柔らかく炊くことができます。はい、大根と一緒に炊くんですよね。で柔らかくなるんですけど、これは宮アワビ江戸前のやり方になります。でこれ大根をもうそのまま入れてやり方があるんですけど、大根おろしに
して入れてあげてもいいです。はい、こっちの方がね結構早く大根おろしにして炊いていきます。はい、でこれでこのまま火にかけていきましょう。かけていきます。もう沸いてくるまではちょっと強火にしてもらっていいと思います。で沸いてきたらちょっとゆっくり弱火で15分ほど炊いていきます。沸いてきたら弱火で15分炊いていきましょう。沸いてきたんでちょっと弱火にして上も火が入るようにこういう落とし蓋をしてあげます。はい、で15分ここから炊いていきます。はい、で今炊いていってるんですが、一つ気をつけないといけないのはですね、まあ、今回は蒸し缶とかにしてないんですけど、蒸し缶にするとずっとそのままの出汁で炊けるんですね。で僕今回鍋にしてます。はい、鍋にすることによってどんどん出汁が濃くなってしまうのがあるので、最初の段階のあの割合はあるんですが、ちょっと濃くなってあるので水を少しずつ足してあげてください。ちょっと足してでいいと思います。まあそんなにめちゃめちゃ多く足すことはないと思ってないんですけど、まあ蒸し缶でやらない分、鍋でやる分、どうしても炊いてしまうので、ちょっと濃くなっていくので、そこで少し水を入れてあげて調整してあげてください。まあこういう感じで、鍋でやる場合は少し炊いていって、沸いてきたなと思ったらもう一回水を少し足してあげて、足してあげるという感じでやってくれたら、最初の味のままでいけるかなと思います。はい、ここだけをちょっと注意してください。では15分経ちました。ちょっと一回取っていきましょう。もうねスッと今箸が通るぐらい柔らかくなってます。まあ、これぐらいの大きさなんでもう小さいのでもう15分で十分だと思います。はい、ではこれを火を止めて持っていきたいと思います。はい、では、はい、この熱々ので、まあ今回はあのアワビ、これお醤油も全部入ってるんで味はある程度ついてます。なので、はい、ある程度味はついてます。でまあこれはもうちょっと冷めてからやってもらったらいいと思いますけど、熱いんでそこは気をつけてください。はい、でこう切っていきます。でちょっと、食べやすいように今ギザギザと、包丁を入れていってあげます。少し揺らしながらここを波打ちながら切っていってるんですね。まあこれはタコとかもこういう切り方をするといいと思います。食べやすくやと思います。ちょっとこういう感じで持ってあげて、っていう肝はこうやって肝で食べれるんで、ちょっとこうで当てとしても置いてあげてもいいと思います。ちょっと木の芽を置いてあげる。こっちも置いてあげましょうか。ちょっとレモンを添えてあげます。よいしょ。蒸しアワビといったら、まあ、あの寿司握りもいいと思うんで、これをあとは寿司にしたいと思います。まあアワビなんでちょっと広くいきましょうか。まあ寿司は一回動画でもやったことあるんで、よかったらそれを参考にしてください。もうアワビもね、あの煮アワビはすごい美味しいと思います。でこれは醤油味がしっかりしてるんで、まあ、味付けも少しでいいと思うんで、でこういう感じでアワビのせちゃいましょう。あの煮詰めとかでも非常に合うと思いますね。でちょっとこういうポン酢で少し合わせたのを少し入れておくとさっぱりして食べれるんで、今日はこういう感じでやります。これどうでしょうか。今日はアワビを使った煮アワビですね。で肝もそのまま食べれます。であとアワビのお寿司を盛り付けしました。アワビですね。煮アワビ一品作るだけでこういう形の品が作れました。でアワビ煮アワビをもうそのままです。もう今回は醤油で炊いてるんで、もうそのままでの味付けで食べてもらおうと思います。でこの肝ですね、もう肝だけこれだけでももちろんこのアテになるんですけど、これを醤油に溶かしても肝醤油としてもいけるんですけど、このこれだけでも僕はねアテになると思うんで、こういう形でさせてもらいました。あとこのアワビですね、使ったお寿司ですね。
いやー、寿司。で、上にかかっているのはポン酢をジュレにしたのをかけてます。まあ、ここには煮詰め、甘いタレを乗っても美味しいと思います。まあ僕はちょっと、これは、お寿司というよりも、アワビで、食べる、あてっていう感覚でいるんで、ちょっとこう、さっぱりとさしてみました。はい。おー、一つのアワビ。まあ、今回大きくなかったんですけど、まあ、これぐらいのサイズだから、時間で短縮してできるんで、よかったら、まあね、大きいのは高くて手に入らないのもあるんですけど、もうちっちゃくても十分美味しいですから、アワビは。もうこういう感じで、生でコリコリして食べてもらうのもよし、煮アワビにすることによって柔らかくなるんで、これは好みによると思います。はい。まあ、コリコリした、食べてもらうのもいいですし、こういう感じで煮アワビにしてもらっても美味しいかと思います。雰囲気変わるんですね、はい。まあ、生のあのコリコリ感、まあ、両方やってもいいんですけどね、今日みたいに2つある場合は生のコリコリ感とこういうニーアワビにして食べてもらうっていうのもあるんですけど、まあ、ちょっとね、まあ、生の方はまあ皆さんよくやられるかなと思ったんで今回はニーアワビっていうのをやらせていただきました、はい。まあ、今回の分量で今回の時間っていうのはあれぐらいの大きさだからこの分量だと覚えておいてください。はい、また大きくなると変わってきますし、どんどん炊いていくとこれは辛くなってしまうので、今日は15分しか炊かないっていうのがあるので、あの分量にしてます。はい、またこれは大きくなったりすると、また時間変わるんで、そこは変えてもらったらいいと思います。今日はいいアワビが入ったんで、まあ、これはね、生で食べても本当に美味しいんですけど、今日はこういう感じで、ニアワビ。で、ニアワビした中で、こう、肝も全部食べれますし、アワビ。そしてこの、僕は基本寿司好きなんですけど、ちょっとこのシャリにもまた合うんですね、はい。で今日は煮詰めっていうか甘いタレはしなかったんですけど、ポン酢で食べるとちょっとしたさっぱり感が残るんで、で醤油で炊いてますけど、このポン酢でも十分合います。まあ、こういったちょっと今までと違う味付けで食べてほしいなっていうのもあって、僕は今回はこういうのさせていただきました、はい。まあ、いろいろ、まあ、今日もねアワビとか入ったんですけども、ほんまにね市場とか見てるといい食材入ってるんですね。で今魚屋さんっていうのが本当にね、いい食材は入るけど、ほんまに、飲食店ちょっとキャンセルとかも相次いでるんですけど、そうすることによって買う人がいなくなって、結構高い食材が残ったりしてて、うわ、どうしようとかいう声がいっぱい聞こえてくるんです。まあ、買わない経済も回らないなと思ってるんで、まあ、できるだけ僕もいい食材を使って、やれるようにしたいなと思って、今回は、まあ、皆さんに見てもらえたらいいかなと思ってやらせていただきました。はい。まあね、今、どんどん厳しい状況は続きますけど、まあ、これからも、もっともっとね、明るくできるように、まあ、僕自身もやっぱり料理を作ってると、忘れるし、楽しいんですね。まあ、そこはもう基本の原点やと思うんですけど、そこを考えながら、もっとこれからも、自分自身も楽しんでいけるように、だけいい食材とか買ったりとか、いろんなを買うことによって、生産者さんたちの、少しでもお力になれたらと思ってるんで、まだこれからもどんどん、発信していけたらいいと思ってます。はい、では本日はこれで終わりたいと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。インスタ、フェイスブックも和食U でやってますんで、よかったらこちらも登録お願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。